マグノリア駅。なんでてめえと一緒じゃなきゃなんねえんだよ。こっちのセリフだ。エルザの助けなら俺一人で十分なんだよ。あの二人絶対エルザの見てないところで喧嘩するから止めてあげてね。私がエルザさん、リリ、エルザ付き合ってもいいが条件がある。おい、なんだ、言ってみろ。帰ってきたら俺と勝負しろ。受けて立つ。よし、燃えてきた。楽にしてろ。あい、うわ、これなら少しは楽だろう。俺たちは何をすればいいんだ。私たちの相手は闇ギルド、アイゼンバルド。ララバイという魔法で何かしでかすつもりらしい。想像だがな、そいつらをさらって逃げたという影は多分アイゼンバルドの本体だ。せっかくララバイの隠し場所見つけたのに、あの封印だ。手も足も出ねえ。エリゴールさんに伝えといて、必ず3日以内にララバイを持って帰るって。闇ギルド、アイゼンバルトのエース、暗殺系の依頼ばかりを遂行し続け、ついたあだ名が死神エリゴール。あの時エリゴールの名に気づいていれば、全員血祭りにして何をする気か白状させたものを。ギルド一つを丸ごと相手にする以上、私一人では心もとない。だからお前たちの力を借りた。アイゼンバルトに乗り込むぞ。あんたたちそれで仲が悪いの？鬼バス駅。アイゼンバルトの奴らはまだこの町にいるのか？あれ、夏は？うわぁ！おや、フェアリーテール、君は正規ギルドの魔導士、魔法ってのはな。うっ！なんだそりゃ。いたな。いやかましい、さっきはよくもやってくれたな。ガードシェドウ。アイゼンバルトに手出してただで済むと思うなよ。てめえがアイゼンバルトか。フェアリーテイルを散々バカにしやがって。なんで。うわっ。ザクよ、無事なもんか。汽車で変なやつに絡まれたんだ。アイゼンバルトとかってバカのりょ。アイゼンバルトは私たちが追っているものだ。なぜミスミス見逃した。そうだ、そういやドクロっぽい笛持ってたの。三つ目があるドクロだった。三つ目のドクロ、趣味悪いな。ならば呪いの歌、死の魔法。ああ、対象者の命を滅ぼす呪われた黒魔法だ。ララバイはもっと恐ろしいの。エリゴールさん、影山。おお、これは、これが禁断のララバイか。始めるぞ、作戦開始だ。マカロスキア、あんたんとこのマドシちゃんは元気があっていいわ。キザワよ、どっかの権力者コテンパーにしちゃったとか。おお、新入りのルーシーじゃな。あいつはいいぞ。もちもち、ぼよよん。ヒョギンの中にはいつかフェアリーテールが町一個潰すんじゃねえかって心配してるやつもいるらしいぞ。マスターマカロ、マスターマカロ、ミラージー様からお手紙です。実はマスターが留守の間、とっても素敵なことがありました。なんとエルザとあのナッツとグレイがチームを組んだんです。心配が現実になりそうだな、おい。フェアリーテールのハエだ。ララバイの笛を見られて黙って逃がしとったのか。ああ、そいつを思い知らせてやるぜ。お下がりください。現在列車の脱線事故のため駅へは入れません。軍の一個小隊が突入したが、まだ戻ってこないらしい。おそらくアイゼンバルトと戦闘が行われているんだろう。やはり来たな、フェアリーテールのハエども。貴様らの目的は何だ。ダラバイで何をしようとしている。この駅の周辺には何千人もの野獣馬が集まってる。いや、音量を上げれば街中に響くだろう。死のメロディーがな。ここまで来たら欲しいな、権利じゃねえ、権力だ。権力がありゃ全ての過去を流し未来を支配することもできる。
あとは任せたぞ。闇ギルドの恐ろしさを思い知らせてやれ。逃げた。ナツ、グレー、二人で奴を追うんだ。このレイユール様が仕留めてくれる。俺も行く。あの野郎だけは許せねえ。こいつらを片付けたら私たちもすぐに追うぞ。珍しくもねえ。こっちにも魔法剣士はゾロゾロいるぜ。開け巨怪級の扉。それがエルザの魔法、その名はザ・ナイト・サークル・ソード。すごい、一撃でほとんど全滅。相手が悪すぎる。エリゴールのところに向かうかもしれん。やはり魔導四輪を飛ばしすぎたか。どっちだ。二手に分かれりゃいいだろうが。見つけたら叩き潰せ。それだけじゃねえだろう。フェアリーテイルに喧嘩売ってきた大バカ野郎だ。黒焦げにしてやるよ。待てよ、ララバイを暴走するつもりなら。お前勘が良すぎるよ。この計画には邪魔だな。命が惜しい者は今すぐこの場を離れよ。駅は邪悪な魔導士どもに占拠されている。できるだけ遠くに避難するんだ。何アイスメイクシールド。エリゴールのやつめ、どこへ向かうつもりだ。本来この駅を占拠する目的はこの先の終点クローバー駅との交通を遮断するためだ。あの町ではじいさんどもが定例会をしている。本当の狙いはギルドマスターか。エリゴールさんならきっとやってくれる。すべて消えてなくなるぞ。エルザ、二手に分かれた。つかそれどころじゃねえ。アイゼンバルトの本当の標的はこの先の町だ。エルザ、その腕。そういえばアイゼンバルトの中に影と呼ばれる奴がいたはずだ。確か奴はたった一人でララバイの封印を解除した。探すぞ、影を捕まえるんだ。お、完全に見失っちゃったよ。はい、エリゴール、どこに隠れてんだこら。さっきは世話になったな、乗り物酔いのハエ野郎。めちゃくちゃ殴りたいけどそれどころじゃねえ。エリゴールはどこだ。オロスシャドウはかわせない。どこまでも追っていくぞ。化け物め。ま、これでスッキリしたぜ。夏、それ以上はいい。彼が必要なんだ。いいな。わかった。なぜだ。影、しっかりしろ。お前の力が必要なんだ。魔風壁を解けるのはお前しかいないんだ。死ぬな。お邪魔だったかしら。おい、待ってやがれ。死神の粛清だ。ナツ、